はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋みともです。はい、今回、スーパー戦隊と仮面ライダーがなくて、スーパー戦隊編の、超英雄祭と、獣神祭。仮面ライダーの時言いましたが、13年から16年分はありませんので、後日あげますが、ざっくり言います。結構いろんな人が出てきたんですね。スーパー戦隊でも仮面ライダーでも。来週は普通に感想をあげるんで。でも、一つだけ、予告というか言っときます。来週、ちょっとアップロードの関係上、7日になる、7日に、7日やんがる予定なんですが、ざっくり言って当日、9日と10日ちょっと、まあ、9日ウルトラマンタイガー17話やりますね。19話か。19話放送して、仮面ライダーが01が10話、竜装者が33話放送ですけど、もしかするとですね、アップロード今、8時と、夜は20時と、20時半、22時ぐらい、21時半なんですけど、もしかすると、次の日とかに上がる可能性があります。その日、一応、7日、何曜日かにアップロードされるんですが、イベントあるため、リアル西さん多分午後に帰ってくると思うんで、それから交渉して、ポケモンのレビュー動画や、感想動画やーってやっていくとちょっと遅れるかもしれないんで、それだけよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。